多田聖合は、日本の空手家であり、日本聖合館空手同士会の創設者。片山流八段位。京都府京都市出身。立命館大学卒業。1922年大正11年生まれ、中国上海市にて15歳で、中国武術を学ぶ。立命館大学空手部にて、宮城町純流祖より、直々に片山竜から手道を伝授される。 後堂大学空手部監督を務める。1945年より、京都市に日本号やわら流空手道士会を設立。京都市内に数道場を構え、立命館大学空手部直系の本土号やわら流の名門道場として栄える。後日本聖護館空手道士会と会称。国内支部二十数カ所の他に、十大学空手道部及び海外二十支部を指導した。 後、京都市内の直轄道場をすべて閉鎖し、先祖の辞書のあった兵庫県姫路市に転居、姫路市に総本部道場を置く。早くから近畿の伝統博手会の重鎮として、その組織づくりと発展に多大なる貢献をした。全日本空手道連盟理事、兵庫県空手道連盟理事長を歴任。空手道のオリンピック参加や国体への参加にも尽力した。 1981年兵庫県体育功労賞を受賞。1997年平成7年没、去年76歳。立祖、祖、田,田成豪先生。ありがとうございます。